結婚式っておそらくものすごく日本の、経済状況とか世の中のトレンド、そういったものに大きく影響を受ける教会です。で、ウェディングプランナーというのは、皆さん、結婚式に参列したことがある方よりもまだない方の方が多いと思うんですが、結婚式の裏側には今、ウェディングプランナーという存在が必ずいるケースが多いです。で、私たちの仕事というのは本当にですね、一見結婚式を作る華やかな仕事というイメージがあるかもしれないんですが、実際何をしているかというと、結婚式場の広告を、ゼクシーという媒体に出すための写真撮影、装飾をしたり、どこから撮った方がいいかな、集客というところからマーケティングをして、自分たちで考えて写真を配置しながら、雑誌に出して、それを見て電話をかけてくれた新郎新婦の電話を自分で撮ります。まず電話のスキルで、そこから会場に来てくださいと言って会場に来てもらったら、自分で接客をします。営業スキルが必要になります。で、自分を売り込みながら会場を案内して、この会場であなたに担当してもらいたいですって言ってもらったら、そこからですね、短くて半年、長くて1年間打ち合わせを行います。で、新郎新婦結婚式の時って2人だけじゃなくて両家家族親族、たくさんの人の意向がその1年の中で、見えてきますので、2人だけとの、コミュニケーションスキルは最低限、ホスピタリティだったり、マリッジブルーになったらメンタルケアをしたりとかっていうのと、プラスいろんな商品をお客様に合わせて提案していく販売スキルで、それを、今はオンリーワンの結婚式を求められますので、ゼロから作り上げるクリエイティブの要素も求められます。で、作り上げた結婚式の当日の指揮官も自分でやります。急遽進行を変えたりとか、ゲストの様子を見て、プラスの演出を入れたりとか、なのでオペレーション能力とか統率スキルみたいなものも必要になってくるんですね。で、私は大学卒業してこの仕事に就いた時には人見知りで、人と話すのが苦手だったので、もう接客ができない、電話でも上手に説明ができない、敬語が使えないというところからスタートをしたんですが、それを時間をかけるごとにですね、いろんなことのスキルを覚えて、今このウィーディングの仕事を、18年目になりますけれども、今思うのはですね、日本にはいろんな職業があるんですけれども、プランナーを経験して転職をしたスタッフもたくさんいますが、いろんなところで活躍をしています。クリエイティブの会社に転職したりとか、ホテルに行ったりとか、介護に行ったりとかって、なのでいろんな、職業の大事な要素がもしかしたら詰まった職業なんじゃないかなと、感じています。ですので、授業ではウェディングだけに特化するんではなくって、やっぱり社会で通用する、人間力だったりとか、そこからステップアップして違う職業に就く上で活かせるような、こともですね、お話をしていきたいなと思ってるんですが、お話をちょっとウェディングに戻してですね、今どんな結婚式が求められているかというとですね、2017年現在は見た目はおしゃれに、思いは深く込められた結婚式っていうのが求められています。で、今でも海外からいろんな情報が入ってきて、インスタだったり SNS だったりで、おしゃれで可愛いものがウェディング以外にもですね、インテリアだったり、トレンドのショップだったりっていうところが情報として入ってきているので、そういったものを取り入れて、それをお花だったりペーパーアイテムだったりっていうところで表現をして、ただですね、日本の結婚式っておそらく世界で見てもですね、唯一日本にしかないものがあって、それは何かというと、目に見えない思いをすごく大切にするということです。おしゃれで可愛いウェディングって、もうアメリカなんか一番おしゃれで可愛いんですけれども、私もニューヨークのトッププランナーに会った時に聞きました。どんな思いがあってこのウェディングを作ったんですかって聞いた時に、流行ってるから、トレンドだからよって、この2人がこれを希望したんですか、2人は特にお任せだったからって、私が提案したんだけれども、でも2人がどんな人生を歩んできて、どんなことを大切にしてきて、そしてこのお花にどんな意味があるってことは
海外はあんまり重要視してないんですね。でも日本の結婚式そうなってしまうと、日本人ってやっぱり目に見えないものを大切にする民族だと思うので、この授業の中でも、見た目だけじゃなくってちゃんと目に見えないものの大切さみたいなものをお話ししていきたいなと思ってます。もう一つですね、大きく必要なスキル、これはウェディングだけじゃなくって、おそらくサービス業とか、人と接する仕事であれば必ず必要になる。で、やっぱりですね、例えば車の営業販売とかトップセールスマンって何がうまいかというと、見ているともう観察をして、あ、今こんな持ち物を持ってたな、携帯最新だなとか、ブランド物が好きだなみたいなものを感じ取りながら、何を求めているかによって言葉を変えたりとか、案内する商品を変えたり、そこの感度が高い人がおそらく世の中で成功している、結果を出している人だなと思います。で、結婚式はおそらく究極の、人が生きている上で人にお金を託す、その大金を託す究極の日が結婚式なんじゃないかなと思うんですが、おそらく人間80年生きるとしたら、個人で買う一番高い買い物って、まあ一般的にはお家、そしてまあ車があるんですが、結婚式も今平均で400万、かける方は800万ぐらいかけられます。で、お家とか車って物に投資しますよね。この家、この間取り、この場所、車もそうですよね、このブランドですけども、結婚式は見えないんですよね。どんな日になるか見えない。だから目の前にいるこの人にこの何百万を託していいかっていうふうに見られます。だから私もですね、あなたの喋り方が嫌ですって言ってキャンセルされたこともありますし、打ち合わせをしている中で忙しすぎてメールが手薄になっちゃうと愛を感じないって言ってキャンセルになったこともあります。初めてですね、自分を否定されたりとか拒絶されたりとかって言って、私ってどういう人間なんだろうとか、どういう喋り方してるんだろう、どうしたら相手に受け入れられるんだろうってことを人生で一番考えるきっかけになったのが、この結婚式という日です。今ですね、この心の思いを引き出すってことをウェディングプランナーがすごく必死に取り組む時代になってきていてですね、打ち合わせをしながら、あ、目の動きがとか声のトーンが変わったなってことを感じます。で、例えば新郎と、いつも元気な新郎がお母さんの話をした時にふっと表情がかげった、笑顔が消えた、なんでだろう、何があるんだろう、お母さんと新郎の関係を探りに行く。で、そこで見えてきたものがあったとしたら、何かプランナーが勇気を出して時間を作ることで、結婚式の中でもしかしたら3分かもしれないんですが、その時間を作ることで人生が変わったり未来が変わったりすることもあります。で、そういうふうにですね、向き合った時に結構女性って素直に心開いてくれるんですけど、男性は友達にも弱音を見せたことがなかったり、涙は見せちゃいけない、弱音を吐いちゃいけないと思って心を閉ざして生きてきている方がすごく多いので、私たちウェディングプランナーは花嫁よりも新郎の心を開かせて向き合うことがすごく難しいんですが、そこをですね、心を開いてもらった時に見えてくるものって本当にすごく大切なものだったりします。新郎の涙を見たことがあるプランナーの確率、全国プラあのアンケートを取った98%。昔の結婚式で男性が涙を流すってほとんどなかったですけれども、今そうやって向き合って心の奥の思いを引き出すことで、ずっと我慢してて溜めてたものが結婚式であふれ出すようなシーンが見れるようになりました。で、今日はちょっとですね、その新郎の涙のシーンを集めた映像をちょっと見ていただきたいなと思うんですが、一番最後のですね、で今日男性が多いので、ちょっと自分に重ねながら見ていただきたいんですが、ちなみに一番最後のカップルはですね、担当プランナー、男性プランナーだったんです。で、さっきの、打ち合わせの中ですごく元気というか、まあね、自立している大人の男性で。でも結婚式に関してはもう無関心、別にやる意味あるんですかみたいな、もう彼女で決めてください、僕忙しいんでみたいな方だったんですが、家族の話をした時にお母さんのキーワードで表情をかげた、
何だろうって探ってた時に、お母様が実は、ご病気で、ちょっと、余命も宣告されてるような状態だった。何ができるんだろうと考えた時に、お母様に伝えたい思いを言葉にしたことがありますかとそのプランナーは聞きました。そしたら、恥ずかしくて言えませんって。今しかないんですよって、伝える日は。いや、でももう無理です、恥ずかしいからいいです、自分でやります。でもその背中を押す人がいないと絶対に後悔する。だから本当に短くてもいいから、結婚式の中で実はバージンロードをお母さんであることも提案しました。そのバージンロードを歩く前に、お母さんに一言でもいいから思いを伝えませんかと言って、3分ぐらい時間を作ったんです。で、その時間でどんなシーンが生まれたかっていうところも、ちょっとですね、このシーンの涙の裏に私たちのこの黒子のプランナーの影があるってことを感じながらですね、ちょっと映像を見ていただきたいと思います。たくさんの思い出があります。私を産んでくれた両親に感謝したいと思います。お母さんね、お母さんが俺の母親で本当に良かったと心から思います。ありがとう。結婚式のね、シーンを見ていただきましたけれども、こういうのは本当に一部ではなくって、一組一組にこういうストーリーがあります。なので、私の授業はですね、なるべく体験型にしたくって、テイク&ギブニーズも協力の上で授業していくので、ちょっと会場を見たりとか、ちょっとね、フラワーとかドレスとかそういったものも触れながら、でも一番お伝えをしたいなと思うのは、やっぱり心をですね、結婚式の仕事ってとにかく究極の人の人生と心に深く向き合って作っていく仕事です。それをですね、こういう学生時代からそういったシーンを見て何が大切なのかとか、相手の気持ちを感じながら言葉を選ぶとか、コミュニケーションを取る、苦手な人ほど歩み寄るみたいなことを知ることができたら、ウェディングの仕事に就かなくてもですね、必ず、役に立つ。私は今社会に出てからそれを学んで、今もうね40になりますけど、もっと早く知れてたらなんか違っただろうなって、社会に出てからの一歩が。そんなことを今感じてですね、授業の中にもできるだけこう、テクニックだけじゃない、もっとこう人間力みたいなところにつながるお話をできたらなと思っておりますので、興味がある方は、ぜひ、ちょっと今日男性も多いですけど、男性プランナーも非常に、たくさん増えておりますので、ありがとうございました。